水玉やハートなどカラフルなマスキングテープを組み合わせた作品に、未来への希望や光を光沢のある針金などで表現した大きな作品も。展示されているのは観光案内所の入り口や、かつて書店だった空き店舗など、鳥取市の若狭街道沿いにある10店舗。鳥取市の中心市街地の活性化と障害者への理解を目的に、障害者就労支援施設アートスペースカラフルが、福祉×アートウィークス2023というイベントを開催しています。作品はこちらの施設に通っている人たちが制作したものです。作るのどうですか？楽しいのどうですか？楽しいです。静かな雰囲気のカフェに飾られているのは、色鉛筆を使い独特な線で描かれたユニークな作品。すごい綺麗だなと思います。これとか特にわざわざというよりかは、こういうところで気軽に見えた方がいいと思うので、すごく合ってると思います。なかなかそういう食事とアートが関わることもないと言いますか、まあ、あんまり見る機会がないので、すごいいい機会だなと思ってます。一方、作品は店の中だけに限らず、街中のシャッターには宇宙をイメージした作品が。歩いているだけでアートを感じられます。街の中で自然に目に触れる場所に展示しておりますし、とても親しみやすい作品が多いですので、いろんな作品を目にしていただいて、いろんなことを感じていただきたいなと思っております。この展示は今月26日まで鳥取市の中心市街地で行われています。